はい、こんばんは、ケイです。元気の少しでしょうか。今日はですね、僕が使っているですね、生産性を高めるコツっていうか、まあ集中力を維持する、そういう時間管理、のテクニックについてですね、今日は、シェアしてみたいと思います。で、勉強されていらっしゃる方とかね、何かこう作業されていらっしゃる方でどうしても集中力が続かないっていうような、そういう方いらっしゃると思います。そういう人に、取り入れていただきたいですで、それは何かと言いますと、ポモドーロテクニックっていうものになります。これは何かと言いますと、短時間の作業、集中作業を繰り返すっていう、そういうような、テクニックになります。で、ポモドーロテクニックはですね、90年代初めに作家のフランチェスコ・シリロさんっていう方が発明したみたいですね。で、ポモドーロっていうのは何かっていうと、イタリア語でトマトっていう意味なんですね。なんでトマトなんだよっていうことなんですけれども、その最初シリロさんっていう方が、発明された方が、これ時間を計ってやるやつなんですけどね、その時間を計るのにトマト型のキッチンタイマーを使っていたからっていうそういうことみたいですね。トマト型のキッチンタイマーにあやかって、ポモドーロテクニックっていうふうに、言うようになったみたいです。はい。で、これはですね、すごくシンプルで、誰でも簡単に取り組むことができるので、すごくおすすめです。で、ネットで調べるといろいろ出てくるんですけれども、本当にやることは基本的にはシンプルです。で、どうするか、やり方なんですけれども、まずですね、25分間タイマーをセットしてください。で、25分間タスクをします。勉強なり作業なりやりますね、25分間。で、そしたら強制的に5分間の休憩を入れてください。はい。で、この5分間の休憩はその25分間のタスクとは全く関係ないことを、気晴らしになるようなことをやってください。で、その25分やって5分休むっていう、それが1ポモドーロ、1ポモドーロですね。で、それを繰り返すっていう。ですので、25分間やって5分間休憩。で、また25分間やって、で、5分間休憩、みたいな。で、そんな感じで繰り返していく。で、これをポモドーロテクニックっていうふうに言ってます。で、その25分間、5分間のこの1セットをですね、4回やったら、長めの休憩を次は取るっていうなのを、お勧めしますね。だいたい25分から30分間の休憩を取るようにしてください。で、その休憩の、長めの休憩の幅は結構いろいろあるみたいなんですけれども、僕は20分ぐらいですかね、正直。15分から20分ぐらいですかね、はい、にしてます。ですので、25分間、5分間、25分間、5分間っていう感じで積み上げていくっていうのがポモドーロテクニックです。はい。で、休憩が多いように、思える方もいらっしゃるかもしれませんね。で、これはですね、僕も最初そう思いました。なんですけれども、これが結構このポモドーロテクニックの、要っていうか、いいところかなって思ってて、それは何かっていうとですね、疲れ果てるっていうことがなくなるんですね。やっぱりぶっ通しでやると、最後疲労感っていうのがすごいんですよね。なんですけれども、こう細かく区切ることで、その疲労感っていうのがだいぶ軽減されるような、気がします。個人的な意見ですこれは。はい。で、やっぱりどうしてもこう長時間やるとですね、人間っていうのはだれてくるんですよね。で、心理学で聞いたこと、ある方いらっしゃるかもしれませんけれども、人間っていうのは最初と最後が、集中力が増すって言われるんですよね。ですので、長時間やると集中力がすごく上がるのって、この最初と最後のこの2つっていうか、ここだけなんですね。なんですけど、25分で区切ると集中力が増す部分がこういっぱいあるわけですよ。そういう意味でもやっぱりポモドーロテクニックっていうのは生産性を高めるんじゃないかなと個人的には思ってますし、実際やってみると分かるんですけれども、本当に作業がですね、短時間で終わるようになると思います。ぜひですね、本当に簡単なのでやってみてはいかがでしょうか。それに加えてですね、今日何ポモドーロできたかっていうのはですね、積み上げていくことができるんですよね。ですので、自分がやった時間はですね、見えるかっていうか見えてきますし、それがどんどん積み上がることがですね、モチベーションにもつながっていくのかなっていうふうに、個人的には思ってます。タイマーを使ってもいいんですけれども、
いいアプリもあってですね、個人的におすすめなのがですね、この BeFocus っていうやつですね。ピンと合いましたかね。こういうやつです。で、25分間、測ってくれるんですね。こんな感じで。で、25分経つと、アラームが鳴って、5分間の休憩に入ります。で、その5分間はですね、このタスクとは全く関係ないことをやった方がいいと思いますね。で、僕がやってるのは、筋トレとか、コーヒーを飲むとか、あとは瞑想、それから音楽を聴くとかね、そういうことをやってます。はい。で、本当にですね、メリハリがついて、すごく集中した時間を送れるようになりますので、集中力がないっていうことで悩んでいらっしゃる方とかいたらですね、簡単に取り入れられるものですので、試してみてくださいね。騙されたと思って、やってみてはいかがでしょうかっていう感じで、今日はですね、ポモドーロテクニックっていう僕がですね愛用している、テクニックを、皆さんにシェアしてみました。皆さんの生産性がですね、少しでも向上して、良い人生が送れるようになればいいなというふうに個人的には思ってます。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。じゃあのー。